タバスコ州の首都ビジャエルモサでは、色彩あふれる場所ソナルスが際立っています。過去のエッセンスを語る16世紀の建築と文化や美食から伝わる現在のエネルギーが融合された歴史地区の宝石です。ソナルスは都市の進化を見守っており、ラ・コンチータ教会から政府宮殿まで広場や歩道はタバスコ州の伝統を巡る旅へと誘ってくれます。食文化はタバスコ州の歴史的ルーツと深い関係を持っています。ロスチュリパネスやエルプチェロなどのレストランの多彩なメニューや、創業65年のロックンロールカクテルバーなどで楽しむことができます。ソナルスにはリラックスした時を過ごせる3つの美しい公共公園があります。北には床噴水のあるベニト・フワレス公園、西には緑豊かな木々が生い茂るロス・パハリートス公園、南にはホセファ・オルティスでドミンゲスに捧げられた記念碑のあるラ・コレヒドーラ公園があります。カルロス・ペリセル・カマラ・ハウス・ミュージアム・エル・ハグアル・デスペルタド・アート・ギャラリー・カサ・デ・ロス・アス・レホス・タバスコ歴史博物館・アンケル・ヒル・エルミダ文化博物館など、数多くある博物館やギャラリーがこの場所の特徴です。この場所の魔法を発見し、一生忘れられない旅を体験してみてください。